大きくなってきた。もう一匹も無事でしたね。この子で五霊かな。この子で五霊。蓋を開けても飛び出さない。おお、すごい勢いで減っていく。くえくえ。冬のカマキリ成長日記。はい、お前さん。緑のオスは羽化に失敗しちゃいました。右の鎌が引っかかった状態でぶら下がってたんだよね。羽が綺麗になったのは本人の頑張りですね。こんな状態、見つけた時はもうこの状態でした。後ろ足もちょっと曲がってるから、歩いたりするのはちょっと難しいかな。緑の子、不自由な子3人だね。この子とこのメス、それから猫バスですね。背中怪我しちゃってるこの子、結構痩せてんだよね。拒食気味になってるんだけど体が痩せてて、これ無事に羽化できるかどうかすげえ心配なんですよね。でこれ上げてるこの左の釜見て、黒くなってるでしょ。なんかとろけてる感じなんだよね。なんか菌に侵されてるのかな。ちょっと心配ですね。体が痩せすぎてて視野が思ったように発達しないんだよね。そう、それが心配。ちょっとなんか食べさせよっか、ね、この子なんか食べさせよう。チーズケーキ食べよう。北海道チーズケーキ、はい。あ、まだ食べるね。よかったよかった。最近は食べなかったんだよ。成長日記ももうすぐ終わりですね。成長日記のカマキリあと2匹だね。この子とこの子、スネオ。スネオさん最後に綺麗になって、スネオさん最後に綺麗になって成長日記ハッピーエンドにしたいね。スネオさん手が使えないけど一生懸命食べてるでしょ。この子はずっと持って食べられないし、顔もお掃除できない。それでもずっと頑張って生きてきたんだもんな。ないな。成長日記のもう100日ぐらい前から出てるけど、その子がこうなったんだよ。これで手が使えるようになればさ、ね、メカラちゃんの分も。猫バスさんは今こんな感じ、ね、体はこんなになっちゃった。今生死の間をさまよってます。食欲がちゃんと戻れば大丈夫なんだよね。どうしても繁殖能力がないとすぐ諦めちゃうんだよな。諦めないで生きてほしい。猫バスくん食べないかな。